彼氏がいると友達に嘘をついたエリカを助けたのは、なんか訳ありなんでしょ。なんて優しいの、王子様みたい。要するに彼氏のふりをすればいいんだよね。じゃあ3回回ってお手からワンだな。え、お前は犬で俺はご主人様。ワン、力しつけが必要だな。走るぞ。ちょっと待って、エリカもド M だね。もしかして彼女。なんで学校一のイケメンがエリカなの。いいのかな、バラしちゃってもエリカちゃんの嘘。お前は俺の彼女なんだから黙って守られてりゃいいんだよ。最初から好きなんでしょ、クロージのこと。やだやだ、あんなドエス男。好きだと思う。このまま嘘の思い出いくら増やしたって本物の彼女にはなれないんだよ。京也くんが好き。俺も思ってたよ。嘘だよ、俺がこんな甘い言葉言うわけねえだろ。私狼少女やめる。くだらね。本当に好きなのは恋愛してる自分だろ。僕じゃダメかな。僕は篠原さんが好きです。幸せにでも何でもしてやるやつだ。大切な気持ちはちゃんと言葉にしないと伝わらないんだからね。いなくなるかもしれないって思ったら君のものだ。おやりか。狼少女と黒王子